おはようございます。奈良の宮久保健吾拓です。母校、羽黒高校、母校の、規則、いろいろありますね。当時の規則、厳しいものですね。確かに大変ですけども。まずは、何が大事かというと、装束とかですね。はい。あとは、一定の授業の成績、評価、はい。教育課程を修了した者には卒業証書授与ですね。はい。無事卒業したし、優等賞も獲得いたしました。はい。これは光栄でございます。はい。入学、転学、休学、復学についても大変ですけども、一度欠席はあったものの、ほぼフル出場で頑張りマーティンでした。はい。文部科学大臣にして、さらには、9カ年の課程修了など、はい。さらには、いろいろ提出しなければいけないものもあって大変ですね。休学、復学の場合も連絡は大事です。医師の診断によって、はい。なお、休学期間は2年以内です、はい。服装はもう大事ですしね、態度も確かに厳しいので気をつけてやってます。はい。懲罰、乱れないように、あとは、授業料、あとは入学金の諸経費、経費も確かに大変ですね。はい。生徒の心構えとしては、礼に始まり、礼に終わるもの、はい。かけないようにということで、服装も派手でないもの。髪は3年間黒で、我慢し続けてましたね。はい。規則正しい生活というか、規則は確かに大事ですので、はい。覚えております。はい。あとは言葉遣いは常に注意しないといけないし、はい。あとは登下校の時間を守らなければならない。あとは家族の承諾も確かに大事です。欠席遅刻早退は前もって言わないと意味ないです。はい。授業テストというか。出席番号順に受ける際は、はい。そういう感じです。はい。校内の生活は、いろいろ持ち物も気をつけなければいけないですね。はい。あと、校外の生活は、酒はダメですね。基本的に考えても、はい。出入り、高校生として、品位を損なうような場所には出入りしないことです。はい。あとは交通安全には十分注意することですね。はい。物品のやり取りもせず、はい。あとは行事、いろいろな所感ですね。はい。テストは大事ですね。はい。不正行為は気をつけてくださいね。はい。あとは生徒会。余裕がありますけどね、はい。はい、いろいろ、はい。奨学生、育成、奨学金など、あとは成績、特待生の規則も、はい、ありますね。私はもう少しで特待生になれたところです。もうちょっとで。あと1点物足りなかったです。平均で、あと1点物足りなかったけども、でも頑張りマーティンでした、はい。優等賞は取れました。はい。というわけで、学校の規則のお話でした。バイバイ。